クイニズさんが2021年のスタグルの売り上げナンバーワンに近くに勝ち点3点盛りというのを勝ち点3点盛り、はい、とにかくスピードが命だろう。スピードがマラドーナがもともと好きでいやお誰ですか。今日はですね、清水エスパルス対名古屋グランパスの試合を見に来ました。はい、ということで今日すごい雨なんですけれども、前節がですね、勝利したということで、ただルヴァンカップだったのでね、次の、今回の試合は、リーグ戦ということで、勝利を期待していきたいと思います。そしてですね、去年の今頃にちょうど名古屋グランパス戦があって、初めて清水エスパルスの試合を見に来た試合でした。で、その時はですね、まさか自分が静岡に住むことになって清水エスパルスのコンテンツを YouTube で上げるとは思っていなかったんですけれども、何かちょっと感慨深いものがあるなと思いながら今日の日を迎えました。今日はですね、ちょっとスタグルの1店舗を、取材というかですね、ちょっとインタビューとかさせてもらえそうなので、早速向かっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ニューヨークベニズさんが2021年のスタグルの売り上げナンバーワンになったということで、私も初めて来たお店がニューヨークベニズさんだったんですね。なので今日はちょっとニューヨークベニズさんの、インタビューというか、いろんな美味しいものを映していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。一番人気のメニューはどれになりますか。一番人気は、ですね、一番の定番はチキンオーバーライスなんですけども、チキンオーバーライス、はい、ニューヨーク、実際のニューヨークと同じように、ニューヨーク行くといろんなオーバーライスがあるんですね。チキンだったりビーフだったりラムだったりシュリンクもありますし、 あとは、シーフードのオーバーライスだったりベジタブルオーバーライスとか、そういったニューヨークのオーバーライスを元に、僕はこの勝ち点3点盛りというものを、勝ち点3点盛り、はい、いいですね、はい、開発いたしまして、はい、3種類のお肉、ポークとチキンとサイコロステーキが乗っかって、その3点のお肉が乗っかった勝ち点3点が、これを食べれば勝ち点3点が取れるオーバーライス。オーバーライス。あとは、なかなか、日本だとそんなに見かけないかもしれないですけど、シュリンプのシュリンプオーバーライス。はい。チキンと食べ、2点盛りとかもできますので、これ私初めて食べた時注文させてもらったやつだと思います、ね、はい、めっちゃ美味しかった。メトロポリタン美術館の目の前の屋台の味を再現しました。あ、でもニューヨーク行かれてたんですよね。ニューヨーク毎年。どれぐらいの期間行かれるんですか。3泊5日です。3泊めっちゃ弾丸弾丸です。めっちゃ弾丸じゃないですか。そこでもバーッと食べて帰ってくるみたいな感じですね。じゃあ毎年そういうなんかメニューの更新とか味とかも、こうその時その時でトレンドに合わせたりとかしてっていう感じでね、変えていってるんですね。その通りです。わー、私もいつもすごいあっちの方まで並んでますよ。あっちの方まですごい並んでるイメージがあるので、もしスムーズに買いたい方がいたら多分早めに来て買われた方がスムーズに買えると思うんですけど、でも本当に並ぶ価値ありだと思うので、ぜひ皆さん試してほしいなというふうに思います。お弁当、パックに詰めてる様子を、させてもらいたいと思います。失礼します。お邪魔します。お忙しい時間にすみません。こんにちは。失礼します。とにかくスピードが命なので、スピードが命、どんどん作ってどんどん提供するという感じで、はい、ターメリックライス、そうですね、はい、ターメリックライス、黄色いね、美味しいご飯にこうやって種類があって、そうです。こっちはサイコロステーキ、これサイコロステーキで、はい、はい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 、あ、最初にこういう風になってて、そうですね、詰めていくってことですね、はい、これに、まあ、3点盛りを欲しくなって、こういった感じでちょっと盛りすぎ、ちょっと盛りすぎ、盛りすぎ。わー。
別のお肉を乗せて左からポーク、チキン、サイコロステーキですね。サイコロステーキ、ちゃんとお野菜も入っていて、そうですね、はい、はい、これ大体一つ、もう10秒かかんないぐらいポンポンポンってやってくるイメージですよね、はい、確かに、じゃないと間に合わないもんね。そうですね。スタッフの方何人ぐらいでいつも対応されてるんですか？今日は7人ですね。7人、はい、ですが、あの夏かき氷とかも出るときは、はい、8人から9人体制で、あ、はい、すごい。あ、今シュリンプをね。シュリンプを。あ、シュリンプこちらです。私大好きなんです。シュリンプ美味しそう。ヨーグルトソースが結構こだわって、そうですね、作ってらっしゃるんですよね、はい。ニューヨークの屋台の味を完全に再現していると自負しております。です。それはメニューとかはもうなんか聞いたりとかしてやったんです。はい、でも自分の舌だけで。自分の舌もそうですし、あ、だけど現地で、ま、僕はほとんど英語喋れないんですけど。まあ、ちょっと聞いたりはしてます。アドバイスいただいて、はい、そう、本当に美味しいです。初めて食べた時に結構こう辛いかなと思って、なんかスパイシーですかって聞いたら、まあ、ヨーグルトのソースと混ざってだいぶまろやかになりますよってことで調整してきますってことで、本当に美味しいので、本当にこう辛いもの苦手な方も楽しんでいただけるかなというふうに思います。私も今日のお昼はニューヨークウェンディーさんの、お弁当をいただきたいと思います。オーバーライスをいただきたいと思います。ちょっと迷うな。本当に種類がたくさんあって、トッピングもできるんですよね。トッピングがこんな感じで、トッピングもできるので、どうしようかな。ピクルス入れようかな。注文させていただきます。はい、3点盛り、8点、3点盛りにピクルスをトッピングしていただいて、あとあのかぼちゃのポタージュをいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。3点盛りめっちゃ美味しそう。やば、ピクルスを私はトッピングさせてもらいました。ドーンと1本のけております。で、これがあれですね、何でしたっけ、フライドオニオンと、あとは激辛のホットソース、ホットソースが自由に使えるということで、かけますか？かけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ハーフタイムですけど、ハーフタイムってどんなメニューが結構出る感じですかね？ハーフタイムはやっぱサイドメニューがよく出ますね。あの喉が渇いたお客さんが多いので、あのドリンクと、あとドリンクに合うようなおつまみ、おつまみって感じですかね、はい、あと結構あれですよね、なんだっけ、かき氷もお子さんに人気で結構出てますよね、はい、レインボーとかもあるからこれからの季節、ね、はい、したいっていう感じですね。ね、でなんかあともう一つ聞きたかったのが、はい、いつから、はい、あのエスパルスのお店、はい、お店っていうか出店されてるんですか？2014年ですね。2014年、今が2022年だから、はい、8年前。8年前。ね、もうその時、はい、店長さんが店長さんでって。そうそうそう。きっかけは何かあったんですか？きっかけはですね、はい、ジュビロ磐田さんで出店をさせていただいておりまして。はいはいはい、で、拠点が三島というか神奈美町なので、岩田さんよりも1時間ぐらい近い清水エスパルスさんでも出店したいなと思って応
募したら受かったっていうか、応募するんですね、そうですこれを出すのに、はい、あ、応募が必要なんですね、はい、であれですか、サッカーが好きでみたいな、そうですね、店長さんの思いもありつつ、ね、っていう感じですか。マラドーナがもともと好きでもうちょっと僕もうおじさんなのでいや86年のワールドカップから レジェンドですもんね。あ、マラドーナが好きでっていうのもきっかけでっていう感じ、そうもう何歳だって話ですけど、はい、わかりました、ありがとうございます、はいはい、ということでやっぱり皆さんね、あのエスパルスを応援してるっていうのとサッカーが好きだっていう気持ちが強いなっていうふうに思います。いつもこれでチェックされてるんですか？あのこれ、ケンタ君そうなんだそうか、なかなか試合見れないもんね、3番のところで行きたいんですけど、そうですよね、今が1分ぐらい、1分半ぐらい遅いですよね。あ、そうなんだ、そっかそっか、ちょっと時差だけど声を聞いて、アナウンスを聞いてよしみたいな。いや、誰ですか？チアゴ、おお、チアゴ選手いいですね、この瞬間素晴らしい、まあ、今同点ですね。負けてしまったんですけれども、今日はそうですね、ニューヨークベンディーズさんのにたくさんお世話になって、一日を過ごさせていただきました。本当にニューヨークベンディーズの皆さんご協力ありがとうございました。ですね、本当にアイスターグルメの方もですね、サポーターの方も、チームの勝利を願っていると思いますので、また次の試合に期待したいと思います。そしてですね、先日登録者数1000人達成することができました。本当に皆様のおかげで、1000人達成することができました。ありがとうございます。もし、チャンネル登録まだの方よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価いいね、この動画いいね、清水エスパルスいいね、静岡県いいねって思っていただいた方はぜひ、よろしくお願いします。そして、ルイスの、ね、旅の動画とかも回してるんですけども、温かく見守っていただけたらと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。またねー。